株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。京都大商店追い切り、7日立東トレセン京都大商店、10日阪神一着馬に天皇賞秋への優先出走権で復活を期すロードマイウェイが7日立東坂路で追い切った。これはデモ音声です。単走馬なりで54秒4、12秒4。株式会社 AI が提供するデモ音声です。金層の不審を感じさせないもと軽いフォームで駆け上がった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。杉山春調教師は状態に気になるところはありませんと予定通りの内容にうなずいた。これはデモ音声です。一昨年の6月から一期の5連勝でチャレンジ C を制したが、その後は10戦未勝利。株式会社 AI によるデモ音声です。今回はデビュー以来最長となる 2400m への投入で審議を求めてきた。株式会社 AI によるデモ音声です。最近は 2000m でも勝負どころで置いていかれて忙しく感じます。株式会社 AI が提供するデモ音声です。この距離でリズムよく足を溜めていければ最後までやめずに頑張ってくれるはずとトレーナーは期待。10分。これはデモ音声です。スタミナはありますし、そんなに差があるとは思っていませんと2勝を挙げる2側で一発を狙う。